皆さんこんにちは。日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日はですね、チームとしてメンバー間の絆を深めるために必要なこと、大事なことを話してみたいと思います。皆さんにとってはどうでしょうね。絆を深めるために、大事なこと、必要なことって何だろうというふうに、普段も思われてるかもしれませんし、そんな、答えを探してらっしゃる方もいると思うんですね。で、私がですね、チームビルディング、チーム作りをするときに最も心がけていることは、目の前の相手がですね、自分の組織やチームや、目の前のプロジェクトは、いわゆる仕事を通じてですね、どんな人生を築いていきたいか、どんな世界を築いていきたいか、自分はどのように生きていきたいか、どんなことを達成したいかっていうことをものすごく大事にしています。もちろんその相手のことを理解するとか、相手のことを、関心を持ってみるとか、まあもちろんそういうことが前提にあるのかもしれませんけれども、私自身は相手がどうしたいかっていうことを常に大事にしていますし、これがチーム作りの絆を深める、大事なポイントなんじゃないかなというふうに思っています。というのがですね、結局目の前の、人のことを何か助けてあげたりとか、励ましてあげたりとか、協力し合うって、なんでそういうことができるかというと、その人がどんな目標を持っていて、どんなことを助けてほしいと思っていて、助けてもらえると、どんな風な、成果が上がるかっていうことが、こう明確だったり分かりやすいければ、周りの人は、もうちょっとこうしようとか、こうしてあげた方がいいのかなとか、こうした方がいいんじゃないかってアドバイスをしてあげたりできるんですよね。で、これがいわゆるその人との関わりということになります。つまり、そのことがわからないと、結局どんなふうに関わったらいいかっていうことが分かりにくかったり難しく感じてしまうんですよね。どう言ってあげたらいいんだろうとか、どうしてあげたらいいんだろうということなんだと思います。実はですね、まあ、そんなことが私は、いつも思っているので、目の前の人がどんなことを達成したいのか、どんなことを、手に入るといいのかということを確認、しながら、チーム作りのお手伝いをしています。実はですね、もう一つこれに関わることがあって、実はそれが分かってないとですね、今よく言われる、ハラスメントっていうことにつながるんじゃないかなと、つまりどういうことかっていうと、どんなことを欲してるかっていうことがわからないと、自分が何気に、こう言ってあげたりアドバイスしてあげたことがその人にとってすごく嫌な、ことの印象に、与えるような、ことになってしまうんじゃないかということなんですね。ここは、本当の専門家ではないんですが、私はそういうことなんじゃないかなというふうに、個人的には思っています。いかがだったでしょうか。目の前の相手が自分の組織やチーム、仕事を通じてどんな人生を、世界を築いていきたいかということが、チームとしての、絆を深めるポイントなんじゃないかなと、ぜひ覚えていただきたいと思います。日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。